好きな季節、季節教えてください。うわ、四季ありますよね。四季ありますね、はい、それぞれ好きなとこありますけど。ありますよね。の中でも一番この季節が俺は好きなんだ。好き、秋。秋、なぜ？気温的に。あ、過ごしやすいってことですか。はい、暑いのと寒いのちょっとダメですか。苦手ですね。寒いとこ出身じゃないですか、はい、寒さは強いは強いですか。それよく言われるんですけど、ええ、そんなことあるわけないじゃないですか。寒いのは寒いっす。でも慣れてはいますよね、まあ、他の人から比べたら慣れてるというか、まあ、対応策は知ってるじゃないですか、はい、他の人より。そうする、こうした方が、はい、寒くないみたいな。雪降った時にこうね、足の幅とか、そう、歩き方はめちゃくちゃ、はい、もう滑る気しないですね。マジですか。本当に春。お、なぜ秋。え、秋どっちですか。秋。ファイナルアンサー。はい、秋。なぜ秋。暑くないのと、はい、あとはオフ。一瞬春って言ったのは何ですか。暑くないから。暑いの嫌なんですか。暑いの嫌いです。寒いの。家の中は暖かいじゃないですか。でも結構野球のシーズン暑い時が続くじゃないですか。向いてないですよね。でもね、だからあれ今気づいたんですか。向いてないかもしれない。秋。理由を教えてください。汗かくの嫌いなんで。おお、なるほど。じゃあ春先とか夏はちょっともう外出たら汗かくのが嫌なんで、はい、でも野球やってると汗かくじゃないですか。それはもうしょうがないです。日常で寝てる時とかめっちゃ汗かくんで。なるほど。それ嫌っす。あのサウナとか行くんですか。サウナで汗かく。それももう分けてるんでいいんす。そっち、それはいいんす。あ、めっちゃ近くないですか。ちょっと近くしろって言うんで。夏です。おお、なぜですか。なんか一番盛り上がりますよね、夏が。一年の中で盛り上がるというのは、なんかやっぱ高校とか中学とかも大事な大会夏だったんで、はい、なるほど。なんとなく夏が、あ、野球でいうと、なるほど、はい、じゃあちょっと夏は自然と自分的にも今もそうですね、暑くなる季節っていう意味で好き、はい、だいぶおひげの顔がもう馴染んできましたね。ひげがないと本田さんじゃないみたいな。ああ、そうですね。あのキャンプ地でのおひげのお手入れってどんな感じされてるんですか、はい、今ちょっと3日間ぐらいサボってます。T 字とかで綺麗にするのはやるべきだと思うんですけど、はい、やってないです。ちょっと今野球に集中してるところですね。疲れて寝ちゃってるっす。、はい、なんですね。話全然変わるんですけど、はい、好きな季節を教えてください。好きな季節、はい、冬ですかね。なぜでしょうか。暑いのはまず苦手で、はい、クリスマスとか年末とかお正月とかなんかあそこのまとまったあのなんかイベントとかあるオフだっていうのもありますし。なるほど。寒さはそんな気にならない。うん、寒い方が得意ですかね。特にないっす。なんかね、結構あの汗をかかれるので、はいはい、でもまあ夏は嫌いではないっす。お、そうなんですか、はい、じゃあ割と好きな方ですか。そうっすね。比較的寒い方が嫌かもしれないです。ああ、なるほど。秋はあんまりですか。秋はまあ普通っすね。基本的にでも好き嫌いは特にないですけど、ね、ないですか、まあ、この季節が一番過ごしやすいとか楽しみがあるとか。うーん、冬がでも一番嫌かもしれないですね、寒いんで。なるほど。南郷キャンプいかがですか。いやー、もうなんかいつになく充実して、はい、まあったかいのもありますし、はい、すごいなんか楽しいですね。個人的にこう背番号が変わりまして15番はもう馴染んできました、はい、いや、まだ、まあ、まだですか。なんか実際なんかあんまり実感がまだ分からない。そうですか。なんか15番ってこう豊さんいつも言ってくれるんですけど、あ、はい、ワンテンポちょっと遅れますね、やっぱり。ああ、俺かみたいな、はいはいはい、ちなみに話全く変わるんですけど、はい、好きな季節を教えてください。めちゃくちゃ変わってる。すごい変わる。好きな季節、春先か秋口。じゃあ開幕のあたりか、はい、シーズン終わりぐらいみたいな。そうですね。これ気候的にこう近いんですけど、割と過ごしやすい気候が、はい、そういうことです。ちなみに今ちょっとトレーニング終わりなんですけど、はい、全体的にこう非常にこうリゾート地にいる人またはなんかプロテニスプレーヤーみたいな。あ、 そこをイメージして。、はい、あ、そうなんですか。ちょっとテニス二刀流でやっていこうかなっていう感じですね。そうだったんですね、はい。
一段と伸びましたね。伸びましたね。切ってないです。切ってないですか。これ開幕までもう一気に、開幕まで一回切ろうかな。あ、そうですか、はい、軽く吸いたりとか。あ、そうです。ちょっと調整もね、はい、しつつ、はい、ちなみにですが好きな季節を教えてください。季節ですか、はい、いや僕は夏が好きです。おお、なぜですか。まあ、甲子園があったり、はい、やっぱりこう野球の季節だなっていう、まあ、オールスターがあったりとか。なるほど。こう野球が一番盛り上がる季節だなと感じてますね。いや、暑いけどそれもありきでってことですか。まあ、暑い中やる野球が一番いいですよ。秋ですかね。なぜですか。秋の方が結構多いんですよ。やっぱり暑くもなく寒くもなくちょうどいい感じのところで過ごしやすい気候と。はい。でも一番きついのは、はい、トレーニングが一番きつい時期は秋です。え、なんでですか。12月1月と、はい、トレーニングメニュー、はい、内容が増えるので、はい、それに対応できる体作るって意味で、おお、ボリュームが少し増えるんですよ。あ、秋がですか、はい、準備段階で増やしといて、はい、冬とかにきつくならないようにするってことですか。そうですね。長い練習でもできるように。好きな季節、春で悩まれてましたけど、春と何で悩んだんですか。春と秋です。結構気候としては似てますよね。そうですね。暑くもなく寒くもなくっていうのが、過ごしやすい気候が。なるほど、はい、それが両方とも、はい、でもなぜ最終的に春。特に優劣の差はなかったですけどまあ開幕もするんで、春の。あ、なるほど、はい、季節、はい、秋です。なぜですか。リンゴの秋ですよ。あ、なるほど。何を言ってんですか。リンゴ園の息子ですよ。そりゃそうですよね、はい、ちなみにあのあれですね、ブランド立ち上げて。あ、まあ、はい、絶好調ですね。あ、お、お、あ、一応あれ DK3 ちょっとさりげなく、さりげないですね。ちょっと触っちゃったからそこにカメラ行っちゃったじゃないですか。あ、そういったニット系の帽子のなんかも展開してるんですね。これサンプルということで、まあね、おはようございます。はい、好きな景色、景色じゃない、マリア、好きな景色、好きな季節教えてもらっていいですか。夏、夏、はい、なぜですか。で、花粉が終わって寒いのが嫌いなんで。暑いのは大丈夫なんですか。暑いの全然大丈夫です。暑いのなんて結構暑いの苦手だっていう方多いですよ。それで秋を選ぶ方多いですけど。いや、寒いのが嫌です。じゃあ暑くてこう結構汗だらだらかくみたいなのも全然嫌いじゃない。嫌いじゃないです。おいいっすね。じゃあ、いや、良くないですいや、良くないです。いやいや、今いいっておっしゃって。いやいや、良くないです。あと、あの FA 残留ありがとうございます。いえなんで顔見せてください。いえ、 FA 残留ありがとうございます。いえ、改めてあのライオンズファンの皆さんに一言お願いします。残ってよかった。俺はこのチームが好きだ。ありがとうございます。お願いします。はい、頑張ろう。